裁判してると弁護士法72条違反で公認、宮崎3区より立候補、十黒木雄平34歳です。私の公約は NHK のスクランブル化を達成することです。1950年、70年以上前に作られた古い法律を改正します。宮崎3区より NHK をぶっ壊す。そうですね、まあ、僕が高校卒業して16年ぐらいですね、スーパーマーケットに勤めてたんですけど、まあ、スーパーマーケットって、まあ、地震とか台風とか、まあ、今回で言えば新型コロナウイルスとか、そういう災害が来た時に一番なんていうんですかね、重宝されるというか、実際に困るってことがないんですね。まあ、生活に困ったりとか収入に困ったりとか、そういうのは全くないし、まあ、実際に、まあ、仕事も楽しかったし、まあ、辞める理由はなかったんですけど、ただやっぱり今の政治家の人たちやってることがおかしいなっていうのはちょっと疑問に思ってて、まあ、僕がやっぱりやってた中で1円単位の商品の値下げ、まあ、仕入れを本当に毎日交渉して頑張って1円下げて、それを消費者に還元したりとかっていう感じでやって、まあ、つい間違って表示と1円高く売ってしまったら、まあ、謝ったりとか、まあ、そんなことをしてる中で、やっぱり今の政治家さんって、まあ、こんなこと言っていいのか分かんないですけど、まあ、レジ袋を有料化しちゃったりとか、まあ、レジ袋って3円とか5円とかそんなもんかもしれないですけど、こっちとしては本当に一生懸命値下げしてやってて、そんなのね、ちょっと政策で簡単に5円とか取られて、それってどうなのってやっぱ思っちゃいますよね。まあ、そういうのもあったりして、まあ、本当に一庶民代表じゃないですけど、まあ、世襲でもないですし、まあ、お金持ちでもないですし、それこそエリートでもないんですけど、まあ、一番普通の人っていうか気持ちはわかるかなと思ってて、まあ、できるだけそういう声を政治というかそういう世界に伝えていきたいなっていう思いがあって、まあ、ちょっと挑戦してみようかなって思いました。そうですね、あの宮崎っていうのは、まあ、ちょっと今回どうしても譲れなかったんですけど、あの幼稚園、小学校、中学校、高校って、まあ、僕自身が実際宮崎で育ってるんですね。で、宮崎が本当すごい好きで、まあ、宮崎の、人も好きですし、食べ物も好きですし、まあ、遊ぶ場所もいっぱいあるし、自然もあって、本当宮崎っていいとこなんですよ。なんで宮崎っていうのだけはまず譲れないっていう、こだわりはありました。で、今回宮崎3区で実は出るんですけど、実は宮崎3区って一番ゆかりがないんですね、宮崎の中では。1区に育ったんで、まあ親兄弟、まあ友達とかも1区にいますし、まあ、2区でも小さい時は育ってるんで、まあ、2区にもいますし、で3区にも、まあ、いなくはないんですけど、3区が一番ゆかりがなくて、かといって宮崎全体好きなんで3区にも、楽しい場所いろいろあるんですよ。まあ、そういうところもあって宮崎全体が好きなんで、まあ、あえて、宮崎3区で、出ようと思いました。で実際に、まあ、選挙運動とかやっていくんですけど、まあ、本来なら僕3区で出てるんで、3区でずっと選挙運動ってするのが普通だと思うんですけど、僕別に票が欲しくてやってるわけでもなくて、その宮崎の人に、まあ、当たり前のこと、今までの常識とか疑ってほしい、
不思議に疑問に思ってほしいとかそういう気持ちもありますし、まあ今回で言うと NHK の受信料制度に関して僕は訴えていくんですけど、やっぱりそういう制度、これも古い制度で、古い制度でおかしい制度とか今過ごしてて当たり前の常識っておかしいことっていっぱいあるんですよね。そういうのにまあ疑問を持ってほしいんで、まあ宮崎県全体、まあ1区でも2区でも3区でも、まあ選挙運動ですね、やっていこうかなと思ってます。で、まあ、地方選ですね、地方の選挙だと、まあ、僕34歳なんですけど、まあ、そんなに若い扱いにはもうならないと思うんですけど、やっぱり国政でこんな、若造ですよ、若造が出てきてやっぱちょっと目立っちゃうんで、まあ、それでこの人なんで出てきたんだろうってちょっとでも疑問に思ってもらって、まあ今までずっと同じ人に投票してたりだとか、まあ何も考えないで同じ人に投票したりとか、まあそういう人がちょっと一瞬でも考える時間を持ってもらって、まあ一人一人の政策とか一人一人の公約とかですね、しっかり見てもらって、まあ本当真剣に、まあ、政治とか選挙とかそういうところを考えていただける、まあ、きっかけになればいいなって思ってます。まあ、今回 NHK の受信料制度について徹底的に、おかしいっていうのを訴えるんですけど、まあ、それだけではなくて、まあ、本当に古くからの制度とか今の常識とかっておかしいこといっぱいあるんで、まあ、皆さんが本当にちょっと気づいてもらって少しでも考えるきっかけになってくれればいいなと思ってます。やっぱ嫁が普通に聞いてきたのが、なんで NHK だけお金払うのって聞かれました。普通に思いますよね、やっぱ。あ、やっぱそう思うんだなって。だって他のテレビってなんで全部映るじゃんつって、なんで NHK だけ払うのって言われましたね。でもそれがだから当たり前になっちゃってんすよね。当たり前だから NHK の受信料払わなきゃいけないみたいなイメージになっちゃってんすけど、でもよくよく考えたら別にその制度自体がおかしいんで、おかしいっていうか古いままずっと流れてる、引っ張ってるみたいな感じですよね。フレイタカミです、2枚目の投票用紙にはぜひ NHK 等とお書きください。それでは投票に行ってらっしゃい。